ガミラス艦へのターゲティング完了。あと何秒？可能放射程距離内まであと15秒。前期艦隊射程範囲より退避。了解、離脱します。ギリギリまで引きつけるんだ。あと5秒。4、3、2、1。全艦ショックカノン発射。どうした？ガミラス艦の強度が以前のデータと異なっています。以前だってついこの間だろう。そんなに早くどうやって性能を上げられるんだ。左舷後方避難、メイン実力低下。ここ第一、第二砲塔避難。冬月撃沈されました。第二波接近、直撃します。急げ、引火するぞ。了解。もう我々には奴らに勝てる船はない。雪風艦長、古代守から入電。艦長、このままでは犬死にです。我々が盾になります。その間に撤退を。古代、バカなことを言うな。艦長のお役に立てるなら本望です。お前にはまだやらねばならんことがあるんだ。沖田艦長、あなたと共に戦えたことは我々の誇りです。あなた、後を頼む。よせ、古代。無限に広がる大宇宙、静寂な光に満ちた世界。死んでゆく星もあれば、生まれてくる星もある。そうだ、宇宙は生きているのだ。そして今まさに終末の時を迎えようとしている惑星があった。今から5年ほど前、火星聖域に突如として現れた正体不明の敵は、地球に無数の有性爆弾を送り込み続けていた。時に西暦2199年、青く美しかった地球は放射能に汚染され、人類は絶滅寸前の危機にさらされていた。人々は地下に逃れ、必死に生き延びようとしていたが、明日への希望も見出せず、ただ破滅の時を待つばかりとなっていた。お前あれだな、ほんとただのバカだな。なけなしのレアメタル探して防衛部に渡して、それでどうなるってんだよ。どうせ地球は負けるんだよ。違うさ、こいつは軍にいる兄貴にいろいろと横流ししてもらってんだよ。薬だろ、酒だろ。軍？おお、本当かよ。本当さ。そうだろ、なあ、レアメタルと交換なんだろ。なんだよ、畜生、そんなことしてもらってなかよ。あ、なあ、俺にもその小寺に紹介してくれよ。 なんだよ。
50センチほど下にリチウムがあります。外気放射能濃度14シーベルト、致死量の2倍の濃さです。即死です。分かってるよアナライザー、余計なこと言うな。はい、上空に飛行物体落下します。うわ、これです。これが回収したカプセルです。なんだこれは。何か設計図のようですが。発見者は？民間人とサルベージ業者だそうです。防護服が破損していたため、高濃度放射能の外気に触れており、今放射能の洗浄を行っていますが、おそらく生き延びるのは難しいでしょう。起きた！どこ行くんだ！動くな！合わせろ！しっかり押さえろ！ほら、起きた！まだ元気ないようです。動くな！待ちなさい！勝手に歩き回らないで！動くな！汚染されるわ！あんたが艦長の起きたか。なんだ？あんた雪風を盾にしたんだってな。雪風盾にしてあんた逃げたんだって？ん？答えろ！古代、やめなさい。古代。雪風艦長古代守るは俺の兄貴だ。古代進む？あんたは兄貴を盾にして防衛艦隊全滅させて自分はこうやってのうのうと生きてんのか。恥ずかしくないのか。恥ずかしい。なぜだ。笑わせんなよ。いい加減にしてください。てえなこの野郎。森行き、古代さん、民間人のあなたに何が分かるんです？あなたはあの戦いにいなかったからそんなことが言えるんです。おとなしくしろ。なんだよ。おい、話せよ。話せよ。おい、古代、生きて帰ってくるという仕事もある。え？
こ最高この手荒にしないで怪我人なんだからね。沖田館長、申し訳ありません。そんなつもりで言ったんじゃないんです。あの雪風の古代館長の兄弟だと知って最後の様子を伝えようと。佐藤先生、分かってるよ。申し訳ありません。それよりどうして生きてるんだ。致死量の放射能を浴びたんだろう。ええ、そのはずなんですが。ご苦労だったな。乾杯です。もう我々にはガミラスに立ち向かう手段は何もありません。ついに敵の目的も正体も分からずか。恐ろしい敵です。戦えば戦うだけ学習し強くなっていきます。我々はその競争に負けたわけだ。これで選ばれた人間たちを地球から脱出させるその日が来るとは。そのことですが長官、この船を私にください。何だと。一部のエリートがわずかな時間を生き延びるために使うのではなく、人類の希望のために旅立たせてください。そうすれば少なくとも人々は絶望の中ではなく希望を持ったまま死んでいくことができます。どんな物語を紡ごうというのだ。起きた。日本国民の皆さん、今日は重大な発表があります。我々人類の未来に関わる問題です。冷静に対応するようお願いいたします。先日坊の岬沖で発見された通信カプセルを解析した結果、重要なメッセージが含まれていることが判明しました。これがそのメッセージです。これが我々の太陽系、さらにこれが我々の天の川銀河を示すものと思われます。そしてこの大マゼラン星雲のこの場所、ここがメッセージの発信源、惑星イスカンダルです。彼らは放射能を除去することが可能な何らかの装置を提供する意思があるようです。我々は最後の宇宙戦艦をこのイスカンダルへ派遣することを決定いたしました。そんな遠くまでどうやって。ガミラスの罠という可能性は。時間はどれぐらいかかるんですか。軍事上の機密に触れることなのでこれ以上公表はできませんが、我々はイスカンダルまで短期間で航行できる技術の提供を受けています。無謀すぎるんじゃないですかね。じゃないぞ。確実に帰ってこれるっていう保証はあるのか。国民の意思は問わなくていいんですか。そんな時期ではないんだ。地球は無謀だとか保証だとかそんなことで躊躇していられる状態ではもはやないんだ。試算によると地球人類が放射能で滅びるまでもってあと1年、最悪の場合は数ヶ月という説まである。イスカンダルからの申し出は我々にとって最後の
希望なんだ。国民の皆さん、放射能除去装置さえ手に入れれば我々人類は生き延びることができる。地下を抜け出し再び地上に住むことができるのです。このままガミラスの有性爆弾に身を任し地球が滅びていくのを手をこまねいて見ていていいはずがありません。これは我々に与えられた最後のチャンスです。我々自らの手で緑の地球を取り戻すのです。放射能除去装置を手に入れ5年前の美しい地球を取り戻そうではありませんか。防衛軍はこの計画に参加する志願兵を募集しています。軍経験者、宇宙船の航海士の資格を持つ方、科学調査研究に従事していた方、航空宇宙工学の技術班だから、あ、古代進む。まだ生きてる。はい、冗談じゃないわ。あなたどうして生きてんの。開けて。先生、いい加減いいしか別しろ。あ、そうね。あの、うん、あなたは戦闘班、戦闘班班長。民間人のあなたがどうして。復帰したのでもう民間人ではありません。それとそれ結構です。慣れ親しんだやつがありますんで。猫、待ってください。乗るんですか。悪い、沖田艦長の船です。知ってるよ。古代さん。なんだよ。なんか企んでるんですか。まさか。緊急事態、総員配置につけ。緊急。ブラック対話隊は発進準備。総員配置につけ。俺は第一環境に行く。なんであなたが命令を。今日から俺が戦闘班の班長なんでよろしく。ブラックタイガーのエースさん。その船のことがガミダスに知られたようだ。緊急発進する。島、波動エンジン始動。島？了解。いい子だ、頼むぞ。これは、そうだ、ヤマトだ。ヤマト発進。宇宙戦艦ヤマト発進。ミサイルまで距離1500キロ。間に合うな。真田。はい。このまま波動砲の発射実験を行う。目標、前方の惑星艦ミサイル。波動砲はまだ最終チェックが済んでいません。撃てんのか。いえ、
発射は可能だと思います。いずれにせよ他に手はないのだ。必ず成功させろ。わかりました。古代、はい、波動砲のマニュアルは読んであるな。まあ一応、ただ異星人の武器なんて扱ったことありませんから保証はできませんよ。失敗したら死ぬまでだ。距離1200キロ。波動エンジン内圧力上げろ。非常弁全閉鎖。エンジン圧力上げます。非常弁全閉鎖。波動砲への回路開け。回路開きます。波動砲薬室内圧力上がります。全エネルギー波動砲へ。強制注入器作動。強制注入器作動します。波動砲用意。島、操縦を古代に渡せ。古代、渡すぞ。波動砲安全装置解除。安全装置解除。セーフティーロックゼロ。圧力発射点へ上昇中。最終セーフティー解除。ヤマト、惑星艦ミサイルの軸線になりました。姿勢制御固定。ターゲットスコープオープン。電鋭クロスゲージ明度20。目標惑星艦ミサイル。距離180キロ。エネルギー充填 100%。 まだだ。エネルギー充填 120%。 薬室内圧力限界です。発射10秒前。対射区対戦区防御。距離70キロ。直撃します。5 4 3 2 1。波動砲発射。システムダウンしました。回復急げ。別カメラの映像出せます。ヤマト、確認できません。蒸発したか。ヤマトです。早々に敵に手の内をさらけ出すことになってしまった。やむを得ない状況だ。それより今はヤマトの無事を祝いたい。このまま行くのか。ああ、ガミラスが対抗策を講じる前に太陽系を脱出したい。わかった。ヤマト、刺激せよ。了解した。24時間後にワープテストを行う。了解。そう、お仕事だったな。今度はそっちの番でしょう。ワープ。
も久しぶりでびっくりしたよ。志願してたんだ。最後の船だからな。次郎のためにも。ああ、元気。え、いくつになった？5歳だよ。そっか。5年だもんな。そっか。五代さん。加藤、あれ山本、お前らなんで？今日からこの船に配属になりました。古代さんの下で飛べるって聞いて俺もう嬉しくてな。古代さん、古代さん、古代さん、古代さん。古谷、古代さん、お前相変わらずなまってんな。なまってねっすよ。それをなまってるって言うんだよ。なまってるから。ラグランジュ基地チーム古代集合しました。大和戦闘班への参加を許可願います。何まだその名前使ってんの。当たり前じゃないですか。うわー、かっこ悪いな、つきちゃってな。あれ、あ、これ持ち込んだんですよ。チーム5代復活を祝って飲みましょうよ。で、飲みましょうよ。バカ、はしゃぐな、とりあえず座れ。はい、チーム5代着席。静かにしてもらえませんか。お酒がまずくなります。森、なんだよ、古代さんに向かって。お酒がまずくなりますって何一人で飲んでんだよ。ここは娯楽室でもあるわけだから別にそんな迷惑ってほどじゃないだろ。どうでしょう、チーム古代なのなんだのって昔話されても鬱陶しいだけじゃないでしょうか。なんだと。森、お前もチーム古代だったじゃないか。もっとも、こんなおむつした赤ちゃんだったけどな。今度のエースは俺が取る、覚悟しとけよ。古代さん、なんで今頃戻ってきたんです。なんであの時いなかったんですか。あの時、古代艦長が亡くなった時よ、艦隊が全滅した時よ、みんなが命がけで戦っている時、あなたは地球でのんびり鉄くず拾ってたんでしょう。要するに怖くて逃げてたんでしょ。私は認めない。あなたがあの古代進むだなんて、命を惜しむ男なんて腰抜け。おりえ！何やってん。総員に次ぐ。ヤマトは火星軌道に入った時点で人類初のワープテスト。このテストに失敗したら我々はもちろん地球人類の破滅に結びつく。各人気持ちを引き締めて任務を遂行せよ。以上。総員ワープスタンバイ。あ、ちょっと待って。総員ワープって何？空間を飛び越えるらしいですよ。はい。赤木さん。はい。乗ります。はい。ビデオ出すぞ。了解。了解。そっか、コックピットなら安全ベルトがありますもんね。バカ、何ビビってんだよ。ワープ。ワープします。みんな
艦隊に異常なし。前方障害物なし、重力場の影響なし。ワープ成功だな。やったー、小田井さん、ワープしました。島さん、なんて船だ。通常航行に切り替えます。なんだ相原、前方1時の方向。ガミラス艦隊です。相原、お前なんでこんな場所に。違いますよ、偶然です。ワープエネルギーを探知されたのかもしれない。全員直ちに戦闘配備につけ。波動砲用意。了解。ダメだ、波動砲はワープと同じエネルギーを使っている。今はワープ直後で使用不可能だ。待て、もう一度ワープする。準備にどれくらいかかる。エネルギー充電まであと20分ですが。相原、20分で着地点の算出はできるか。できなくてもやります。小田井、はい。追跡できないよう敵のワープエンジンを攻撃。了解しました。ブラックタイガー全機出撃。目標は敵戦艦ワープエンジン。よし、行くぞ。モリキ、発進します。シクショー、先越された。だから乗った方が良かったんですよ。お手並み拝見といきますか。バカにしないでください。これでも火星船の生き残りです。20分後にワープだ。その前に戻れ。了解。ターゲティングを開始するぞ。目標、前方のガミラス兄弟空母。了解。ターゲティング完了。主砲発射。主砲発射します。よくやった。直ちに帰還しろ。まもなくアップだ。島、あと何分だ。エネルギー充填完了まであと5分。相原、ワープ可能な場所の特定はできたか。まもなく。加藤です。森木から連絡がありません。航行不能になっているのよ。何？ BT-1 聞こえるか。 BT-1 聞こえるか。森行き、聞こえます。どうした？
酸素残量が著しく不足しています。直ちに対処してください。酸素残量が著しく不足しています。直ちに対処してください。破片でエンジンがやられたようです。動けないのか。私のことは置いてってください。何言ってんだバカ。そこで待ってろ。古代、時間がない。古代、持ち場に戻れ。また切り捨てるんですか、兄貴みたいに。ワープまでには必ず戻ります。南部、後を引き継げ。はい。バカめ。島、早原、ワープの準備を続行しろ。艦長。早原、ガミラスの動向を随時報告。了解。古代さん、ワープ実行可能時間まであと2分。ワープ先確保しました。到着地点、障害物なし。大丈夫。酸欠で死ぬのは苦しくないから大丈夫。怖くない、怖くない。森行き、脱出装置は作動するか。森行き、聞こえるか。戻ってください。みんなの足手まといになるだけです。質問に答えろ。動くかどうか聞いてんだ。動きます。分かった。俺の合図でそこから飛び出せ。ガミラス5機、9時20度の方向から急接近。落とせ。はっ。左舷後部にガミラス機激突。ハブノズル上部損傷。体当たり。帰るところを失った艦載機だ。ガミラス機が。どうした。ガミラス機の大兵隊がこちらに向かってきています。後方から拾うぞ。両海エネルギーの充填は完了しました。ガミラス120機まもなく本艦に到達します。あの光点が古代機です。島、今から奴らをミサイルの石と考えろ。ギリギリまで引きつけて回避運動を行う。横ロールで対処しろ。了解。総員、横 G に対応。回避運動の後、ガミラス機が体勢を立て直す時間を使って古代を回収。その上でワープを実行する。それ。はい。あ、何、ちょ、何、何なのよ。まもなく回避運動のため激しい横 G がかかります。各所対応。ガミラス機直撃まであと5秒。4、3、返します。着艦ゲートを開けろ。着艦確認。ワープ。
心肺停止状態だ。お前さん、下ろせ。佐野先生は今向かってます。ユキ、ユキ、そのまま続けて。ユキ、死ぬな。先生、トレちゃん、はい、手伝って。しゃべるぞ。1、2、3、行きましょう。はい、はい。勝手な行動でこの間全員を危険にさらした。この罪は重いぞ。これが俺のやり方です。俺は自分の手で部下を見殺しにはしません。こいつを映像にぶち込め。相変わらず映像が好きだな。徳川機関長。久しぶりだな古代。でも乗り込む早々映像いると変わらんな。正しいと思ったことするとなぜかいつもこうなるんですよね。似てるな。お前もお前の死んだ兄さんもあの人の若い頃とそっくりだな。え、誰とです？熱くて無茶で、でも冷静で。なあ古代、お前意外と艦長に向いてるのかもしれんな。ん？誰と似てんのか知りませんけど、俺のやり方と誰かさんとでは正反対だと思いますけどね。正反対か、うん、昔の沖田艦長も似たようなこと言いそうだな。まあいずれ分かるさ、この戦いを生き延びられればな。あら先客。いや佐藤先生。あら先生、森幸は大丈夫、軽い怪我だけ。ありがとうございます、うん、ね、飲もう。いいですな。沖田艦長には感謝するのよ。君を待って無茶な賭けをした。危険な戦法でギリギリまで粘ったのよ。そうだったんですか。ねえ知ってる、あの火星の戦いで大切な人を失ったのはあなただけじゃないのよ。何ですか、説教ですか。あの日冬月も帰ってこなかったの知ってる。あの船の航海士、沖田艦長の息子さんだったのよ。艦長の沖田だ。いよいよ太陽系と別れる時が来た。これから先はまだ人類が足を踏み入れたことのない未知の世界だ。これ以降地球との交信は不可能とな。
そこで今日は特別に全員の交信室への入室を許可することに決めた。おそらくこれが地球との最後の交信となるだろう。心残りのないよう家族に別れを告げておくように。俺と沖田が似てる？冗談じゃねえよ。更新は1人1分です。公平を期すために自動的に切れるようにプログラムされています。話し残すことがないよう各自前もって考えておいてください。認識番号を入力してください。話すことか。ほら、パパよ。次郎、元気か？あ、パパは元気さ。風邪ひかないようにするんだよ。大丈夫だよ、大丈夫だよ。ほら、バカは風邪ひかないって言うだろうよ。寝るときはお腹にタオルをかけて寝るんだよ。お前すぐお腹を壊すんだから。なるべく早く帰るからな。絶対に帰るから。放射能除去装置を持って帰るからな。約束だ。次郎、更新終了です。八幡様の守りちゃんと持ってるかい？あれ持ってると弾がよけていくんだよ。ああ、持ってるよ。それからね、お前、更新終了です。心配しすぎだよ。なんだよ、呆れた。こんなとこで筋トレ。で、更新、戦闘班長が最後です。更新？認識番号を入力してから更新してください。時間は1分となってます。番号？そこに書いてありますよ。あ、これか。そうです。古代さん、お久しぶりです。え、ちょっと。嘘だよ、安藤。なんだ、乗ってたんだ。はい、第三環境勤務です。そうか。じゃあまた。でさ、親父とおふくろも頑張るっつってたんだよ。俺絶対地球帰るから。こちらでお待ちください。了解。あ、もういいんだ。すげえな。感謝なんかしてませんから。は？私のせいでこの船が危険な目に遭うんだったら死んだ方がマシでした。あのさ、もっと気楽にいかない？お堅く考えずに。これで貸し一つね。何これ、これ。どう、よいしょ。
いいのを酒飲んで。傷は大したことないです。古代に会ったか。さっき更新室の前で。今頃家族と更新してるんじゃないですかね。家族？誰と？え？ねえ、チーム古代にいたんだろう。あ、でも配属されてすぐに古代さんが除隊して、私も別の隊に転属になったので、いたと言えるかどうか。そう私コスモゼロのエース古代進に憧れて軍に入ったんです。それなのになんか裏切られた気がして。古代さんには言わないでください。古代が除隊したのはね。はい。家族と交信ってさ、ガミラスが優勢爆弾を落とし始めた頃、俺と古代はよくコスモゼロで迎撃に行ってたんだ。あの頃の優勢爆弾は脆かったから何個か破壊したし、進路を変えたことも一度や二度じゃない。その頃の話は知ってます。有名ですから。ああ、やつはエースだったし、俺もなかなかのもんだった。で、ある日いつものように優勢爆弾の進路を変え地表を守った。俺たちは有頂天だった。ところが、この話にはとんでもないオチがついてさ。はあ、お前が家族みたいなもんか。どうだ最近調子は。古代さん、泣かないでください。私も悲しくなります。はあ、お前何言ってんの。進路を変えた優勢爆弾は第二宇宙ステーションを直撃した。あの事件。さらに悪いことに、そこには奴の両親とお腹の大きい俺の嫁さんが住んでた。俺の子供はなんとか助かったけど、口が利けないことして生まれた。それからすぐ奴は軍を辞めたんだ。宇宙戦艦ヤマトは放射能除去装置を手に入れるため、イスカンダル星があると言われている大マゼラン星雲へと向かっていた。前方障害物なし、重力場の影響なし、ワープ成功です。譜面の浮遊部隊がガミラ戦闘機のようです。ナギル一機です。ナブ、はい、エンジン停止。攻撃の意思はないようです。ない。画像入りました。ワープに巻き込まれたんだ。古代。はい。ガミラス機を捕獲して調査しろ。ガミラスを知るチャンスだ。了解です。艦長。どうしました。南部艦長班に連絡。はい。ボタンを持ち場に戻れ。艦長。はい。艦長。どうですか先生。かなり
進行しています。つまりあとどれくらいということですか。まもなく。それでは抑えきれなくなります。間に合いますかね。無人かもしれない。どこがコックピットだろう。生で見るの初めてだ。初めて？何言ってんの。だっていつもキャノピー越しだろ。確かに生命反応はない。無人機ってことか。斉藤。はい。機体のサンプルを採取するぞ。慌てず急いで正確にだ。はいはい、わかりましたよ技師長。慌てず急いで正確に。撃て！逃げな！逃げ！避難が！避難がある！撃て！撃て！ヤマトの諸君、地球は我々のものだ。お前は誰だ。デスラ。デスラ。お前たちはガミラスと呼んでいる。あの結晶体がお前なのか。イエスでありノーだ。我々は子であり全体であるのだ。そう、アルファでありオメガであるように。アルファでありオメガ。なぜ地球を攻撃する。攻撃？改良しているのだよ。斉藤。斉藤！だってでもな、お前の身体機能を一時停止させるにはあれぐらいのパワーが必要なんだよ。ひってえよな。パルスガンのレベル2っつったらクマでも失神しちまう。あ、だったらやっぱり正解だったんだこのレベル2。やべえな、怖いぞそれは。きついよな。でも斉藤さんじゃなかったら佐渡先生にお世話になるところでしたね。おかげで戻ってこれたんだから。
その点は感謝してるです。これで貸し一つな。貸しね、うん、なんだよ。じゃあこのビールおごります。安っ。館長、古代です。入れ。失礼します。お呼びですか？古代。はい。どうだい、この船は。戦艦勤務は初めてなので比較しようがありませんが、いい船だと思います。何ですか、大事な話というのは。はい。艦長代理を引き受けてくれないか。はっ。この船はもともと古代守に任せようと思っていた。兄貴に。お前は古代守と同じ資質を受け継いで人の上に立つべき人間だ。どうだ。お断りします。俺にはできません。俺にはあなたのような指揮はできません。そうか、それは残念だ。失礼します。古代、私のやり方を踏襲する必要はない。自分の好きにしろ。そうか、では命令という形を取ることにする。沖田だ、総員に告ぐ。本日より古代執務を艦長代理とする。以上。戦闘配備。総員戦闘配備。艦長代理って、どこ行くんだ。格納庫。いつからだ。気づいたのは数分前です。なので正確には分かりません。同時に何か電波らしきものを発信しているようです。救難信号。違う、ここを知らせてるんだ。敵はこれを狙って攻撃してくる。真田さん、あとお願いします。うん。ブラックタイガー電気出撃して待機。了解。この残骸は直ちに廃棄。了解。きっとまだまだ来るぞ。現在の敵の状況は。大殺破来ます、直撃します。何？島！開始だ！了解！被害状況は？第三艦橋との接合部が損傷。何か閉じ込められてます。酸素は？大丈夫です、しばらくは持ちます。すぐに救助隊を向かわせろ。
第三環境と連絡を取る。つなげます。エレベーターシャフトが破壊されたようです。小林さん、安藤です。閉じ込められました。怪我人もいます。早く医療班を。艦長代理古代だ。救助隊がそっちに向かった。不安かもしれないが、君たちのことは必ず助ける。安藤、もう少しの辛抱だ。すぐに到着する。わかりました。どこからだ。3時の方向に敵艦。シマ、右90度。了解。波動砲用意。エネルギー充填。エネルギー充填。ターゲットスコープオープン。目標、敵大型砲艦。ヤマトの直線になりました。姿勢制御固定。距離60キロ。エネルギー充填 120%。 波動砲発射10秒前。総員、対食対先行防御。5 4 3 2 1。波動砲発射。真下？エネルギー反応急激に上昇、爆発します。第三環境全員退避。間に合いません。ヤマトが蒸発するぞ。エネルギー値限界です。古代、ミサイルを撃て。第三環境を切り離せ。命令だ。撃て。了解。レーダーに映らないステルス機だったようです。見逃した俺のミスです。第三環境に取り残された6名を見殺しにしました。俺に艦長代理の資格なんてありません。なぜ戻ってきた。ならばなぜ防衛軍に戻ってきた。艦長がどんな人間なのか知りたかったからです。兄を、古代守を見殺しにした沖田艦長という人物はどんな人間なのか。そうか。
それにもう一度緑の地球が見たくなったんです。子供の頃に見たあの緑の草原を。俺の手で取り戻したかったんです。教えてください。俺は館長代理としてどうすればよかったんでしょうか。古代、結果は悔やむためにあるんじゃない。我々がすべきことは過ぎ去った過去にではなく今この瞬間にあるんだ。その瞬間に人事を尽くせばいい。理屈はそうかもしれませんが、俺と館長は違います。館長はいつも淡々と厳しい局面を乗り越えてきました。そうじゃないよ、古代。いつだって今の君と同じ思いをしていたよ。指揮をした経験のない者は我々の重圧を知らない。そうだろう。君は立派に館長代理を務めている。古代、私は君に話さなければならないことがある。誰？古代だ。何でしょう。謝りに来た。何をです。あんな命令をして。悪かった。何で謝るんですか。謝る必要なんかありません。館長代理はやるべきことをやっただけです。命令は命令です。たとえそれが仲間を仲間をこの手で出してしまって、こんなつもりじゃ。
カンダル。スカンダル。イスカンダルが見えたぞ。おい。上下左右から攻撃してくるものと思われます。全砲塔それぞれの目標を捕捉。あと10秒。全砲塔を撃て。巨大ミサイル接近中。あと10秒が到達します。主砲1番2番ミサイルに向けて撃て。各部被害状況を伝えろ。艦長代理、波動砲が。波動砲がどうした。方向が塞がれました。何。前方に敵艦隊。直ちに波動砲を修復。それまでは通常兵器で持ちこたえろ。これじゃ消耗戦だ。ミサイル代理波接近。ミサイル到達まであと30秒。すごい数だ。迎撃式なのだ。ワープだ。ワープで逃げろ。先ほど検査が間に合いません。どこでもいいから早く。古代無茶だ。着弾します。もしこの空間に他の物体があったら俺たちはコッパみじんだったんです。ワープしなくてもコッパみじんだったんです。場所はまだイスカンダルの近くです。あれはこれさっきのイスカンダルと同じ星なのか。はい、間違っていません。我々はイスカンダルの裏に来ています。地球そっくりだ。ガミラスのものだ。何ですって。これはガミラスのミサイルだよ。俺たちはイスカンダルじゃなくガミラスへ来てしまったのか。これは罠じゃないか。罠。ガミラスの罠だよ。イスカンダルも放射能除去装置も嘘だったんだ。俺たちは騙されたんだ。そんな一体何の意味があって。ヤマトをおびき出すためだよ。放射能除去装置の話、あれは嘘かもしれない。俺が通信カプセルを分析した時にはそんな情報は入っていなかった。あったのは波動エンジンの設計図とこの星の精密な座標だけだ。どういうことです。放射能除去装置の話は誰かが後から付け足した可能性がある。どうして
どうしてそんな嘘をつかなきゃいけないんだ。俺たちは何のためにここまで来たんだ。艦長はデタラメを言っていたのか。まさか。沖田艦長はそんな人ではありません。艦長に尋ねてくる。待って、今はそういう状態じゃないわ。そんなに。俺は行く。斉藤、本当のこと知ってるのは沖田艦長だけなんだろう。なら今聞くべきじゃないか。ヤマトの運命がかかってるんだよ。どうなんだ艦長代理。上陸の準備だ。座標はあの惑星上の一点を指し示している。そこに行けば何か分かるかもしれない。古代、何言ってんだ。わざわざ敵の懐に入っていくっていうのか。俺が本当に罠ならなぜこのタイミングで攻撃してくる。どうしてもその場所にたどり着かせたくない何か理由があるんだ。だから妨害してくるんだ。少なくともあのカプセルには星の座標と波動エンジンの設計図が入っていたんです。だったら何としても座標の場所までたどり着いて、その意味が何だったのか確かめるべきです。艦長はカプセルのメッセージを信じたんだ。だったら俺はその思いを信じる。沖田艦長の地球を思う気持ちに嘘はなかったはずだ。真田さん、ユキ、斉藤、シマ、俺たちは今誰の船に乗ってる。送られてきた座標の最後の8桁はあの惑星のガミラス、イスカンダル星の地下にあるここを指している。我々の任務はここを目指すことだ。上陸部隊はブラックタイガー隊、空間機影隊、技術班の真田さんと俺だ。古代さんがどうして。まず地表にある対空システムを叩く。そのために古代に先発してもらう。これを見てくれ。上陸地点の上空をスキャンしたものだ。武装した警戒システムがうようよしている。ここを気づかれずに通過しなければならない。不可能だよ。コスモゼロなら可能だ。あれはガミラス侵攻以前に作られた機体だからステルス機能がある。どんなにステルス性能が高くてもエンジンを使った時点でガミラスには探知されてしまいます。エンジンを切って自由落下で降りる。ブラックタイガー隊は俺の指示を待って出撃。空間騎兵隊を乗せたカーゴを護衛しながら進む。心して飛んでくれ。敵がどう出てくるか予想はできない。対空システムか。コスモゼロだけで叩ききれんのか。ヤマト乗組員の諸君、艦長代理古代だ。いよいよ我々はガミラス・イスカンダル星上陸作戦を開始する。これが14万8000光年の長い旅の最後の戦いになるだろう。1945年4月、戦艦ヤマトは絶望の中に残されたほんのわずかな希望のために出撃した。今回も同じだ。送られてきた座標はガミラスの罠かもしれない。これから行う作戦は敵の思うツボなのかもしれない。しかしそれが暗闇の中のわずかな光だとしても、少しでも可能性があるならば我々は前に進まなければならない。それがこのヤマトという船の宿命なんだ。
そしてそれが我々に与えられた任務なんだ。どうかみんなこのことだけは忘れないでほしい。この戦いに勝とう。そして可能性を本物の希望に変えよう。地球に残してきた人々のために。いや、俺たちの愛する家族のために。もう一度緑の地球を取り戻そう。この船の願いを。沖田艦長の思いを。総員全力で成し遂げるんだ。地表で。こちらではお久しぶりです。ああよろしく。お前の腕にかかってんだ。了解。 OK。 Right, left. Right, left. OK。 何やってんの。お手並み拝見といきますか。バカ、誰にも言ってんだ。そっちこそヘマすんなよ。コスモゼロ発進。古代さん、先ほどのユキさんの行動は何だったんでしょうか。これこそ最高に燃える状況だよ。Thank you.
丈夫か？全員います。古代さん、今日は俺がトップ取りますよ。どうでもいいけどさ、お前またなまってるぞ。なまってねっすよ。ふりゃふりゃ、敵上空から数十機。
座標はまさにこれを指している。ここがイスカンダル。ユキ、おい、ユキ、あなた方を待っていました。どうしたんだユキ。あの時の斎藤と同じだ。イスカンダルの話は本当だったんだ。その名前はあなた方がつけたものです。そう、沖田という人物が。なんだと。やはり古代、私は君に話さなければならないことがある。イスカンダルの放射能除去装置の話、あれは嘘だ。どういうことですか。送られてきたのは座標、設計図、それだけだった。じゃあどうして嘘。君の体験だ。俺の。高濃度の放射能を浴びたのに生きていただろう。あの現象が秘密を握っている。通信カプセルの送り主には放射能を除去する能力がある。私はそう踏んだんだ。では何の保証も確証もなく俺たちはイスカンダルに向かってるんですか。そうだ。だが希望と可能性はある。君も希望のためにこの船に乗ったんだろう、古代。そして可能性もゼロじゃない。君自身今ここにこうして生きている。それこそ可能性そのものじゃないか。我々は人類より進化し集合意識体となった生命体です。その意識体の一つの側面をあなた方はガミラスと呼び、もう一つの側面をイスカンダルと呼んだのです。ガミラスとイスカンダルはコインの裏と表のような存在なのです。私たちの惑星は間もなく滅びようとしています。私たちイスカンダルはそれを受け入れ共に消え去る覚悟でした。しかしガミラスは地球人を全滅させ、住みやすい環境に改良し地球へ移住しようとしていたのです。そしてそれに反対する側面、イスカンダルを分離しここに閉じ込めました。私たちはガミラスの中にわずかに残ったイスカンダルのかけらをガミラスの目を盗んで地球に送ったのです。それがあのカプセルか。放射能除去装置は、俺たちはそのためにここまで来たんだ。心配いりません。放射能除去装置という名称のものはありませんが、私自身がその役目を果たせます。あなたが体験したように。証拠、それが本当にできるという証拠を見せてくれ。俺たちは確証が欲しいんだ。
リア全体の放射能を除去しました。あなた方の大義に合わせてあります。大丈夫です。あなた方の望みは叶います。私の全エネルギーがその役目を果たすでしょう。ユキ大丈夫？大丈夫。待て、真田さん。エネルギー量から見てあれがガミラスの中枢だ。あいつを叩けば地球への攻撃がやむ。チキショー、バキやがった。チキショー、行きましょう。古代。はい。俺はあれを破壊することに決めた。援護してくれ。無理です、とても渡りきれません。俺たちが向こうに渡ったのも確認したら、ユキと一緒にヤマトに帰れ。何を言い出すんですか斎藤。了解。待ってください。真田さんたちを置いてはいけません。艦長代理、わがまま言わないで。斎藤。きちいよな、チキシャ。艦長がいなければ船は動かん。そうだろう。しかし古代、俺はお前のことを弟のように思っていたぞ。そんな顔をするな、古代。立派な艦長になるんだぞ。斎藤、行くぞ。至急頼んだぞ。これで彼は返したぜ。よっしゃ。うわあ。行くぞ、ユキ。走れ。よし。急いで正確に頼みますよ、技師長。間もなく終わる。それまで頑張ってくれ、斎藤。了解。
しょう。あともうちょっと。頼んだぞ。このクソ野郎。クソ。大丈夫。私のコスモタイガーが飛べます。終わったぞ斉藤。斉藤、多くの命をかけて託された未来と可能性だ。心して生きろよ、古代。はい。まもなく最後のワープをします。肉眼で地球が見える空域に到達します。行くんだ。失礼します。さて、これから死神と一勝負だ。しばらく一人にしてくれんか。地球は あれじゃない。どこだ。あの赤い星。
そうだ、あれだ、地球だ、地球だ、あれだ、こちら宇宙戦艦ヤマト、艦長代理古代以下生存者37名、現在地球からおよそ42万キロメートルの地点です。成果、何か成果はあったのか。もちろんです、司令長官。我々は放射能除去装置を手に入れました。なんだ、放射能除去装置を。本当に存在していたのか。はい、武器とは賭けに勝ったんだ。よくやった、本当によくやってくれた。まもなく、まもなく我々は地球に到着します。それまでどうか耐えてください。地球か、何もかも配置につけ。了解。各部被害状況伝えろ。諸官は今向かっている。左舷対空砲大破。このままでは防護メッキ耐えられません。開始ミサイル発射後損壊。第二番副砲塔大破。徳川機関長、エンジンは。機関長、徳川機関長。出力低下なれど、航行に支障なし。機関長、徳川機関長。元の姿に戻すことか。ですら、いや、ガミラスか。その答えはイエスでありノーだ。我々のほとんどは君たちの攻撃で滅ぼされた。私はわずかに残されたその一部だ。地球を手にすることは諦めるよ。移り住むはずだった我々はそのほとんどが失われてしまったからね。
その点においては君たちは勝利を手にしたと言えよう。だが地球はお前たちにも渡さない。どういうことだ。地球は間もなく消滅するだろう。お前たちは我々を怒らせすぎた。我々は屈辱を忘れない種族だ。生命反応消えました。何が起こるんだ。南部、あれを止めろ。何としても撃ち落とすんだ。もうヤマトには何も残っていません。波動砲は。波動砲はまだ使えないのか。方向が塞がってるんです。今撃ったら暴発します。ヤマトは跡形もなく吹き飛んでしまいます。沖田艦長に指示を仰いでくる。艦長は？そんな。南部、波動砲のエネルギーはまだ十分なのか。あと一度の発射可能です。しかし先ほども言った通り、波動砲を撃つとヤマト。古代さん。直ちに総員退去しろ。これは艦長代理としての命令だ。一人で残るわけじゃないですよね。聞こえなかったのか、ユキ。これは命令だ。早く行くんだ。佐藤先生、怪我人を頼みます。古代、俺も残るぞ。島、舵を握ってるのは俺だ。いいか島、聞いてくれ。生存者全員を乗せたカーゴは重くて不安定だ。お前の操縦技術が必要なんだよ。古代、ユキオ、放射能除去装置を無事に地球に送り届けることができるのはお前だけなんだ。しかし艦長代理はこの俺だ。この船は俺が連れていく。
古代。渡すぞ。了解。総員退去。ユキ、早く行くんだ。俺もすぐに行く。私も残ります。ユキ、脱出できるっていうなら私が残っても構わないはずです。聞き分けないこと言うんじゃない。だって古代さん嘘ついてる。古代さんがいない世界なんか生きてても何の意味もない。ユキ、俺にはもう家族がいない。でもこの船で君と出会えた。ユキのことを守りたくて。ユキ、生まれ変わった地球を見せたくて。それで今日まで戦ってこれた。だから最後までやらせてくれ。この戦いに勝たなければ今までやってきたことが何の意味もなくなってしまう。それにもし俺が死んでも、それで地球がよみがえるなら、俺の命は地球の全ての命に変わったってことだ。だから俺はいつでも君のそばにいる。いや、死んだらダメ。死んだらダメ。ユキ、島古代、ユキを頼む。分かった。
いい船だ。無駄にするな。必ず地球まで送り届けてくれよ。了解。これよりヤマトはガミラスミサイルの撃破へ向かう。成功を祈っててくれ。来ない。ターゲットスコープオープン。ヤマト発進。120%。 目標ガミラスミサイル波動砲発射10秒前。5 4 3 2 1。
looked at you, you looked at me. I knew it then, but you couldn't see it. And now you've come around. I walked away, you stayed behind, but I got the memories to remind me of how you used to hold me so tight. Tell you I've been dying.